知らぬが仏とは言うけれど、今週のパンチ見逃しちゃつまらない。グラビアヌードにセックス探求、教養ページにナンセンス漫画と中身の濃い大特集。お値段の方は相変わりませず1冊150円にて発売中。靴は皆買い、みんな皆買う、皆買いの靴。愛の心を着るマックシスターニットファッションワールドです。この番組は美味しさと楽しさを考える森永製菓と美しさを広げる帝人パピリオの提供でお送りします。Ladies and gentlemen, the Carpenters! こんばんは、野沢なしです。もうすっかり春になってしまいました。待ちに待ったというと、いやとんでもない、スキーもスケートもできるし、私は冬の方が好きっていう方もあるいはいらっしゃるかもしれませんね。でもカーペンターズのファンの方ならきっとこの爽やかな暖かな季節を大喜びで迎えちゃると思うんです。そんな春のようにあったかいカーペンターズのハーモニー、そして物語、カーペンターズストーリーです。さあ今夜もカレンのメッセージでプログラムをスタートさせてまいりましょう。 Hi, this is Karen Carpenter. I would like you to join A&M's family and enjoy yourself. I would like to say good evening to all our A&M record fans in Japan. カーペンターズが今日本のヤングに訴える歌。 From the heart comes a soul. From the flower there comes a smile.人に心、森永ハイクラウンチョコレート。鳥の翼の白、ファッションの白、流行の白いファッションの中に花開く、ピンクやオレンジ、レッドの美しく冴えた色の口紅、リップカラー。帝人パピリオのプルシエルシリーズはあなたを彩る今年の色です。帝人パピリオ。先週まで実に4週続けてお届けしたカーペンターズライブインジャパン。先週はたくさんのリクエストにお答えした形でアンコールをお楽しみいただいたわけですが、いかがでしたでしょうか。実を言いますと、昨年の10月このカーペンターズストーリーがスタートしたその時からライブインジャパンのアルバムがいつ発売されるのか、私たちスタッフも必死で注目してきました。正直なところ、常に 100% の完全な音を要求するリチャードの意見で、一時は発売が絶望的だった時もあったのです。しかし結果としてお聞きいただいたような本当に素敵なライブレコードとなって、ついに登場してくれました。日本のカーペンターズファン、つまり今このラジオを聴いてらっしゃるあなたの本当に熱心な声が、リチャードの音作りに最後の拍車をかけさせたと言っていいと思います。さてカーペンターズストーリー、今夜のオープニングナンバーです。ライブインジャパンで聴くことができなかったおなじみの曲、動物と子供たちの歌。Bless the peace and the children, for in this world they have no voice. They
カーペンターズストーリー。それではしばらくお休みしておりましたカーペンターズの物語、カレンとリチャードの2人と彼らを温かく見守る周りの人たちが直接話してくれるカーペンターズの物語です。カーペンターズの数多いレパートリーの中で特に印象深い曲の一つにスーパースターがあります。そう、彼らのステージのオープニングナンバー、そしてこの番組のテーマ曲ですね。このスーパースターについてリチャードがいろいろと話してくれています。Johnny Carson is a big United States Tonight Show. I was watching the Tonight Show, and he's got this wild girl that comes on quite a bit named Bette Midler, who usually sings some old tune. And she decided one night to do Superstar, which I hadn't heard it before. And she did it sort of like a torch song, real. ある晩、ジョニー・カーソンの Tonight Show というテレビ番組を見ていた時、ベッド・ミドラーという女性シンガーが今まで耳にしたこともなかったスーパースターという曲を歌うのを聞いて、すごい曲だと思いました。すぐに好きになってしまったんです。リチャード以外の声がいくつか入ってしまいましたけれど、とにかくスーパースターはこうしてカーペンターズのレパートリーになったんですね。
ところで先ほどのリチャードのスーパースターの話の中でいくつかの興味深い名前が出てきました。作曲者のボニー・ブラムレットと作詞のレオン・ラッセルはともかくとして、最初にリチャードがテレビを見ていましたと言いかけたら、そばにいる人がリタ・クリッジと問いかけています。というのも実はこのスーパースターという曲、今はクリス・クリストファーソンとおしどりコンビを組むリタ・クリッジがジョー・コッカーのアルバムマッド・ドッグス&イングリッシュメンの中で初めてレコーディングした曲なのです。リタ・クリッジが最初にレコーディングし、そして話題のバンプシンガーベッド・ミドラーがテレビで歌ったこのスーパースター。でも結局は初めからそのつもりで書かれたみたいに、カレンのフィーリングと声にぴったりとフィットしてカーペンターズのレパートリーになってしまったんですね。それではリタ・クーリッジで聴いてみてください。スーパースター。スーパースターの話が出たついでに、もう一つカーペンターズのレパートリーとしておなじみの A Song For You についてもリチャードの話を聞いてみたいと思います。 Song For You is about a song is,、I mean about an entertainer、mm-hmm. who you know gets paid a lot of money and plays for an awful lot of people every night、mm-hmm. but is alone with、his or her、mm-hmm. depending on who's singing it、girlfriend or boyfriend、mm-hmm. and is singing song you know、oh, even though you know I can sing to 10,000 people ある有名なシンガーが毎晩数多くの人の前で歌うけれども、心はたった一人、恋人のため、その人のための歌で、それが A Song For You ということなんです。リチャードはこんな風に言っていましたけれど、この曲もいかにもカーペンターズらしいナンバーだと思います。I've been so many places in my life and time. I've sung a lot of songs, I've made some bad rhymes. I've acted out my love in stages with 10,000 people watching. But we're alone now and I'm singing this song for you.I know your image of me is what I hope to be.
I've treated you unkindly, but darling, can't you see? There's no one more important to me. Darling, can't you please see through me? 'Cause we're alone now and I'm singing a song. カーペンターズが今日本のヤングに訴える歌、地に花、人に心、森永ハイクラウンチョコレート。白、軽やかな鳥の翼、ファッションの白。の世界的傾向、白とのコントラストに焦点を合わせたテイジンパティリオのお化粧品シリーズプルシェール。白の中に花開くピンクやオレンジ、レッドの美しく冴えた色が発表されました。プルシェールリップカラー、そしてネイルカラーは春を、あなたを彩るオリジナルな今年の色です。
さあ、それではここでカーペンターズに関する最新情報をお届けするカーペンターズインフォメーションコーナー。この情報はアメリカの A&M レコードおよびロサンゼルスにあるカーペンターズファンクラブから毎週エアメールで送られてくることになっています。今カーペンターズのレコードの日本での発売元であるキングレコードにはアメリカのカーペンターズさんからの手紙がいっぱい送られてきています。というのは例のライブインジャパンというアルバム、これが日本でしか発売されていないんですね。ですからどうすれば買えるのかという問い合わせ、実際にお金を送ってくる人もかなりいるようです。そして今アメリカのカーペンターズファンは日本にこんなに多くのカーペンターズファンがいることをかなり注目しているようですよ。というのはアメリカのある雑誌のグラビアにカレンとリチャードの2人が日本のファンから贈られたたくさんのプレゼント、人形などが多かったようですが、そのプレゼントをバックにしている写真が載ったからなのです。今カーペンターズの部屋は日本のファンからの贈り物でいっぱいとアメリカのカーペンターズファンクラブの開放も伝えています。それでは今夜のカーペンターズストーリー、お別れに前にお知らせした彼らの新曲 Only Yesterday をいち早くご紹介しましょう。 Only Yesterday カーペンターズ。After long enough for being alone, everyone must face their share of loneliness. In my own time, nobody knew the pain I was going through, and waiting was all my heart. カーペンターズが今日本のヤングに訴える歌。From the heart comes the soul.
心、森永ハイクラウンチョコレート。白いドアを開ける美しい指先に花のようなネイルカラー、流行の白いコスチュームに焦点を合わせ、テイジンパピリオのプルシエールネイルカラーの新色は9つの花の色、控えめなパールの輝きがとても知性的です。テイジンパピリオ、いかがでしたか。今夜のカーペンターズストーリー、今夜はリチャード一人に喋ってもらいましたけれど、スーパースターとアソングフォーユーのこと、やはりリチャード自身の話で聞くとまた改めて興味が湧いてくるような気がします。さあ、それではカーペンターズストーリー、今夜もカレンのご挨拶で締めくくることにいたしましょう。 Who do we have to entertain you tonight? Please join us again next week. Bye. ご案内は私野沢なつでした。それでは今週はこの辺で、また来週。この番組は美味しさと楽しさを考える森永製菓と美しさを広げる帝人パビリオの提供でお送りしました。日本放送です。